人の魂を奪う妖怪タマモ。彼女実はね、くだらんこと言いそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ3つ目最後、タマモを訪ねて吹雪姫編、さあ行きますか。吹雪姫、タマモの情報を持つ妖怪を探そう。スナック雪女に行ってみよう。雪かきピーやって、ご褒美。何それ、雪かきピーってめっちゃ気になるんやけど。とりあえず、ん、どこ、すぐそこ、え、どこ、こっち、あ、全然違ったわ。すぐそこではなかった。でもスナックっていうけんさ、結構なんかこういう暗いところとかにありそうやけど、どうなんですか、これ。え、違うね。あれ、上上がってくの。あー、落ちた。ちょっと待ってね。はい、あ、そっち、あ、ここか。あ、なるほどね、雪だるまが。そっか、そういうことか。それで雪だるまか。え、めっちゃ美味しそうなんやけど、ロイヤルパンケーキやったね。はい、スナック雪女。おぉ。あ、雪女。すみません。ちょっと聞きたいことがあるんですが。あら？珍しいお客さんね。どうしたのかしら。なんか思いっきりカウンターの上に白熊乗っとるけど。ある妖怪の情報を集めてて、タマモっていう名前なんですけど、確かにスナックとか情報集まりそう。え？タマモ？それなら知ってるわよ。おぉ！本当ですか？あの、お話を聞いてもいいですか？話してあげたいんだけどね。今ちょっとお店が大変なのよ。どういうこと？なんかそんなお客さんおらんけど。お客さんたちがなかなか帰ってくれなくてね。お店の準備ができないの。準備？帰ってくれない？準備中？準備中になぜいるの？お客さん。前の日のお客さんとか？もしお客さんを返して対応してくれたら、話してあげられるけど、力を貸してくれないかしら。うんうん、いいよ別に。どうやらスナック雪女のママがタマモについての情報を知ってるらしい。だけど常連のお客さんは帰ってくれなくて話をするどころじゃないとのこと。ここはお客さんに帰ってもらうしかない。頑張ろう。へへ。はい、お客さんを返してあげればいいんですね。俺手伝いますよ。頼ましいのね。それじゃあお願いしちゃおうかしら。お客さんはきっと帰らない理由があるはずだよ。あるはずよ。まずは話を聞いてみてちょうだい。タマモを訪ねて吹雪姫編発生クエストを進めてみよう。従業員かと思ったらお客さんなんよね。よし、まずはお客さんから話を聞いてみるぞ。いいよ。やっぱこの店は最高でちね。俺ちゃま今日からここに住めてちゅ。え、帰ってほしい？ママが言ってたでちょか？そんな。わかったでちゅ。でもその代わり締めのフルーツ牛乳を持ってくるでちゅ。スナックの締めフルーツ牛乳な。あれがないと帰れるもんも帰れないでちゅ。さあ、フルーツ牛乳を渡すでちゅ。あるんじゃないかな、ある？本当に持ってきたでちゅ？ひちゃまなかなかやるでちゅね。お、あった。フルーツ牛乳を手渡した。そうでちゅ！これこれ、やっぱりこれでちゅね。ありがとうでちゅ。俺ちゃま満足したから帰るでちゅ。お、頼めばよかったんじゃない？雪女に。あ、こっちにもなんかおる。あら、いたのね、地味。失恋しちゃいました。僕が地味すぎるって。今はこの店で傷ついた心を癒してるんです。帰ってほしいって言うなら、愛情を感じるような食べ物くれませんか？何、愛情を感じるような食べ物って。これなんてどうだ？ん？あるの？愛情天無双って私、あ、なるほどね。あれ？本当にくれるの？ありがとう。うん。愛情を感じたよ。心が満たされたから僕は帰ることにするよ。おお、さすが。おお、そして君は？にはぬっぺふほふ。ぬっぺぬっぺぬっぺ。え、なんだ？にっぺ。ちょ、待って、何言ってるかわからねえ。ぬっぺぬっぺで返そう。ぬにはぬっぺぬっぺ。にぇ？何？満足した？まだ何か聞いてきてる？ノリノリで返そう。なにはなに、まだ喋ってんの、どんだけだよ。おー、全くわからないんだけれども、とりあえずはい。にゃひゃー、なんなのこれは、何か張り合ってきてるの。なんだ、すげえ怒り始めたんだけど。なんか変なこと言っちゃったのか。とりあえず出直すか。ダメだったの。ちょ、待って。とりあえずはい、最初ノリノリ。にはで、これも、ノリノリ。
そして、次が、ノリノリが2つあるけん、上に行く。さっき左やったよね。にひゅー！なんだ？あ、また怒られた。また怒られた。なんなの、ノリノリじゃダメなの。真面目なお話かしら。にひゅー！なんか、あれかな。何かしら、わかる、わかるような何かがあるの？わからない。やっぱり、わからない。あ、けどご機嫌や、よかった。よし！あの一回だけやったんや。よかった、なんだかご機嫌になってくれたぜ。これで帰ってくれるはず。逆に居座ると、なぜ戦闘？なぜ戦闘？ご機嫌になったんだよね。戦闘しようって話だったの？まったくわけ、で、ちょっとなんでバトルになるの？それよ。わからん。とにかく戦うしかない。コマさん、シャドウサイド。からの、落下犬岩石。えい。これなんなんやろ？回復なんかな？これは秋のりやった。これは木のりやった。褒めといた、とりあえず。ヌペフフフ結構弱いやん。イエーイ。なんかご機嫌っぽい。やられたのに。よかった、やっと帰ってくれた。結局何を言っていたのか。満足したってことか。うん、一件落着だな。まあよかったよ、満足したんなら。帰った帰った。で、最後君か、人面犬。たはははは、今日はご機嫌だぜ。なんだ、帰ってほしいだと？生言ってんじゃないぞ、新顔が。俺はここの常連だぞ。追い出そうってなら相手になるぞ。はい、オッケー。言うじゃないの。度胸だけは波の妖怪とは違うってわけかい。まあね、人間だからね。だが俺もこう見えて、昔は相当やんちゃしててな。それはもう波のやんちゃじゃねえわけよ。お前の骨何本か俺のおしゃべり用の本となるが、それでもやるってんだな。ええ。なんです？おいおい、まさか本気か？本気で戦おうってわけじゃないよな。お前、あれだぜ。俺戦ったらお前の体バラバラになるんだぜ。お前のためを持って言うけどな。諦めろ。な？いいえ。すみません、調子乗ってました。いい気分になって、ちょっと気が大きくなったんです。本当の私はすごく小心者なんです。知ってるよ。やんちゃなんてしてないです。昔からマーキングだけが日課のただの妖怪です。マーキング。なんだか本当に自分をさらけ出したらすっきりしました。ありがとうございます。これで気持ちよく帰れます。本当に気持ちよく帰れる。みんな帰ってくれたわね。手伝ってくれてありがとう。いえいえ。このお店を気に入ってくれてるのは嬉しいけど、疲れすぎるのも困りものよね。はい。じゃあ、ももさん、トーモについての情報を教えてください。そう焦らないの。慌てなくてもちゃんと教えてあげるわ。本当に知っとんかな。人の魂を奪う妖怪タマモ。彼女実はね。うん。くだらんこと言いそう。ああ見えて意外とグルメなのよ。はあ。なんだって？グルメって、聞いたことない？グルメっていうのは食にうるさいって意味よ。知ってます。いや、グルメの意味は知ってますけど、情報ってたったそれだけですか？あら？結構役に立つ情報だと思うわよ。特にこの妖魔界ではね。ああ、美味しい場所が限られてるってこと？それってどういう？さて、おかげで営業が再開できるわ。早く準備しないと。そういえばここって何のお店なんですか？やっぱりお酒とか。もうスナックだからね。お酒なんて置いてないわよ。お店の名前を漏らしてみなさいな。スナック雪女じゃないの？スナック雪女。名前の通り、スナック菓子専門店よ。そういうこと？スナックってそっちのスナック？じゃああのお客さんたち、スナック菓子でテンション上がってた時なんだ。うちの店はいいスナック揃えてるから、テンションも上がっちゃうみたい。スナックでいい気分になります？あなたたちもこれからごひいきにね。はい。スナック菓子専門店。なんかちょっと面白そうやけど。スナック行きようね。スナックを買えるようになった。おー、買えるんや。たまもを訪ねて、浮姫編、バッチリ解決。
なんか、まあ、美味しいお店にタマモが現れるってことなんかな。それで雪かきピーカ、スナック。タマモの手がかり、結構集まったね。結構集まったか？奴は人間魂を集め、誰かに送っている。だが一体何のために？あとタマモは食に関してはうるさいって情報もあったな。その情報は役に立つのかな？そこが一番役立つと思うよ。意外に重要な情報かもしれないぞ。この妖魔界にはグルメ妖怪もならせる五つ星の名店が数多く並んでいるんだ。数多いんかだね。そういえばここに来てからずっといい匂いがするにゃ。じゃあタマモが現れそうなお店で待ち伏せすれば、向こうからやってくるかも。ならここは俺っちに任せるにゃ。この花で一番うまそうな店を探してやるにゃ。わかる。よし頼んだぞ、猫。猫。名前で呼んであげて。うまそうな匂いがしそうな場所に行ってみるにゃんよ。俺っちが一番の名店を嗅ぎ合ってやるにゃ。犬じゃないのに。でも猫も鼻いいんか。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあ次回はとりあえずまた何食べ物飲食店街みたいなところに行くんかな。買えるものとかいっぱい増えるんかな、もしかして。